作盆地の地形図絵が、浅間山。左下が、八ヶ岳の裾の作盆地は、長野県の東進地方に位置する盆地。中心都市は、作市、小諸市。作平とも呼ばれ、長野県下、信濃の国一番で、松本、伊奈、作、善光寺四つの平は、肥沃の地、と謳われた、平の一つである。千曲川の上流域に位置する。なお、 桜平という名称は JR 北陸新幹線及び高尾線の駅名や高速道路の PA 及びスマート IC 名としても使われている。桜盆地手前に浅間山、奥に八ヶ岳を望む。桜盆地北部小諸市周辺。中央に千曲川。他に東見市、上田市、奥に諏訪湖を望む。北を浅間山連峰。東と南を秩父山地。 西を八ヶ岳連峰で囲まれている。盆地の形は、半田円形だとみなされるが、南木村まで入れて、細長い形とみなす考え方もある。北部はおよそ2万3000年前、古黒淵山の東半分が大規模崩壊した、西の塚原土石なだれや、1万1000から1万3000年、前の軽石流によって形成され、西部と南部は、 タテシナ山を含む八ヶ岳連峰の噴火により形成された大地上の平地である。北部では典型的な多義理地形が数多く見られる。南から北へ千曲川が貫流しており、佐久保町から佐久市にかけての平地は中石線上地であると考えられている。千熊川の佐久盆地内での川床勾配はおよそ1、180から1、202。 北陸新幹線と品野鉄道、国道18号、国道142号、国道254号が横断、小海線と国道141号、並びに中部横断自動車道が縦断している。作市北部を中心として、北陸新幹線及び上信越自動車道の開通を機に、大型ショッピングモールの建設や、宅地開発が進んだ。内は、 南木村の千曲川の渓谷部、延山高原までを盆地に入れると考えたときに、さらに含む、町村。火山の活動による地形火砕流第一国土、地理院、平成30年5月19日閲覧千曲川、西川の稼働特性川の流れの仕組み平成30年5月19日、閲覧、堤高浅間火山と共に生きる、宝月書籍。 2012年3月11日、ISBN 9兆7844億3416万5214。ありがとうございます。